この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。ツバメマークの日輪号から、まあ、こちらもまたツバメマークなんですが、4両編成霧島号に乗り換えでございます。1分のこちらの、ね、接続時間で霧島が先行いたします。おお、いきなり閉まったな。まで40分30分ぐらいしかないので、今回はグリーンにはしないんですが、自由席普通車の車内もね、真ん中の部分に荷物置き場がある、なかなか独特の形、ここにはね、とてもよく忘れ物がされるそうです。私も気をつけないといけません。ありがとうございます。まもなく南宮崎です。南宮崎といえばね、やはりこの橋ではないでしょうか。この橋をね、渡っていると、ああ、やっぱり宮崎に来たなと、そんな感じがするものでございます。駅近の停車です。最初までしばらくお待ちください。随分とね、デッキが広いんですね。 JR 九州の特急全般的に言えることなんですが、非常に広いデッキ、あそこからね、ここまで全部デッキですからね、こんなに広いことがあって良いのかというわけでございます。ゴミ箱はあそこにあります。国鉄時代からのね、カタンとこういう入れる、そういうクズ物入れじゃなくてクズカゴといった状態。よし、手元にね、こんな風に梅干しがございますから、これがちゃんと入るかやってみましょう。このようにね、私のような殺人であればゴミ箱なんてのはもう見なくても入れることができるので、ぜひ皆さんもやってみてください。なかなか私のね、技術力の高さが皆さんにもお分かりいただけるかと思いますから、まあ、7番7件になったら後ろ向きに今も捨ててみるといい。有明編成だったようで、このように見てみると有明というね、こんなロゴマークが座席に残されております。有明よりもね、どっちかっていうとツバメを見る機会の方が多いんですが、まあそんなわけでね、そこにも7パーのアラウンドが九州と書いてありますが、その裏にもね、何らかのものがあったというその形跡が伺えます。確か号車のやつだったかなというふうに思うんですが、私もよくわかりません。ご乗車ありがとうございます。まもなく都の城に着きます。降り口は左側です。3番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。お乗り換えのご案内をいたします。ご乗車ありがとうございました。都の城です。名前がなかなかかっこいい都の城に着きましたが、あ、でもね、グリーンもまあ悪くなかったですけど、でもね、これだったら自由席で十分だなとなんか思っちゃいました。まあ、1500円プラスしてね、車内で貸し切りができましたので、まあ結果的にはね、悪くなかったかなと思うんですね。お客さん空いてるっていうのがグリーン車の最も良いところだと思いますからね。だからいいんですけど、座席としてはまあ自由席で十分かなという感じもしたものです。っていうのはね、結構単編成が多いんですよね。その代わり本数が多いと、これはなかなか便利なことでしてね、まあ、確かにまあ8両とかつないでても 2,3 時間に1本というよりは3両4両で構わないから、その代わり毎時1本の本数があるという方がいいものです。まあ、ただ霧島になりますとね、もはや 2,3 時間に1本になっちゃうんですけど、まあ、日輪はね、それでもあのガラガラ区間でもね、毎時1本確保されてますから、結構やっぱり利用者にとっては助かりますよね。朝から降っておりました雨もとりあえずは止んでおります。都の城です。さて、都の城ではね、まあ、大体なんでかいつも知らないですけど、いつもそうなんですけどね、あの大分方面からこう直通してね、やってくると、まあ、大体ね、ここで1時間の足止めとなるんですね。まあ、むしろ1時間で勘弁してくれるんだから、まあいいという考えもあります。
ここでとりあえず約1時間後12時過ぎのそのキット線に今度は乗車するということになりますが、それまでの暇つぶしにまあ大体ね毎回行くところがあります。もう当チャンネルの動画を前から視聴くださっている方はわかるかと思いますけれど、530本ほど全部動画がありますので、それを全部見ていなくてわからないというのもそれも仕方ないというか、それで当たり前だと思いますから、毎度毎度ね改めてご紹介することにしております。都の城って書いてあってね、ここの下に日本一の肉と焼酎、とっておきの自然と伝統、幸せ上々、都の城 PR ロゴと書いてあるんですけど、これ見ると薩摩地鶏と書いてあるんですね。これでいいのかという感じなんですが、ここは旧国名が薩摩に入ってたんですからね、そんなことはないと思うんだけどな。都の城はねまあまあ大きな町ですが、しかしながら特段大きなすごい見どころがね都の城の駅からすぐにあるかというと、そういうことはございません。そういうわけですので、毎度訪れております浜寿司、この旅行でも3回目で、最長往復切符の旅でね都の城を通る旅に来ておりますので、まあ私はとりあえず、今のところこういうのなんて言うんでしたっけ、毎回、必ず行くやつ解禁賞ね、解禁賞というわけです。ある時ね、この店では撮影許可をもらってるんですが、なんとまた変わったところがありましたね。まあ来た時、最初に来た時はね3月だったんですが、タッチパネルがちょっと古いやつだったんですね。それが新しいのに更新されたのが6月、そして今度9月に来ますと、なんとね流行りのペッパーまでいると、随分来るたびにバージョンアップする、なかなかクリエイティブというか、なんて言うんですか、こう前衛的な浜寿司ですね。ありがとうございました。ご注文ありがとうございました。いやー、やっぱり美味しかった、美味しかったっていうか、まあ私の舌がいかに貧相であるかってことがもしかしたら反映されてるかもしれませんけれども、でもやっぱ九州のねお醤油食べてね、まあ都の城に来たなという感じにも浸りまして、それでねまあご飯も食べて、じゃあまた列車に乗るかというところなんですが、ペッパーくんについてね、ペッパーくんができたことによって、お店ねついに接客を来店中にやめたらしいんですね。まあペッパーくんが代わりに接客してくれるからってことなんでしょうけど、まああれを押してね、なんか番号札みたいなのもらって、そこでじゃあ指定された席に行ってそこで食べてくださいと、そのような方式になっているようでございます。だからまあペッパーを店員と見なせば別の問題なのかもしれませんけれども、店に入ってね、まあ要するに機械を操作して空いてるテーブルに勝手について食べて、それであとは会計してくださいって、そういうスタイルですから、まあ、もうつまり店行ってね食べ終わるまで一人にもお店の人にね一切接客をされないで、それで終わらせるということが可能になったということなんですね。まあそれはね別にいいんですけど、でもね、まあそうなるとまた多分お店の人としては随分楽になると思いますが、そうすると今度はじゃあ人を減らそうと言ってね、人件費削減に会社は走っていくと思うんですよね。そうなったら結局またじゃあ値下げして値下げ競争となってね、結局やっぱり会社としては忙しくなって仕事も減って、なんだかのね機械は人間の生活を楽にするのかと思われましたが、結局そうではなく、もしかしたら産業革命はダメだったのかもしれないななんてね、そういう結論に至るという可能性も十分にあり得る、まあ、昨今でございますが、まあ、ただねやはり産業革命なくして蒸気機関車鉄道は生まれませんでしたので、やはり私としてはね産業革命あってよかったなという極めて短絡的な結論を申し上げて終了となります。引き続き午後は都の城から出発です。うどん屋さん、それから焼き鳥屋さん、観光協会などが入居して、また中にキオスクも備える都の城駅ですが、2階はまあ多分 JR 九州の 宮崎市やってないから、まあ、この辺りのね駅の管轄とかよく分かりませんけど、ジムに使ってるのかなと思います。確かにね窓からなんか顔を出しておじさんがスーツを着た方がねお電話されているのがここからでも見えるんですが、そんなにこの部屋がたくさんあって2階全部使ってるのかなとね、ちょっとやっぱり思ってしまいます。妙にね DC での運用が多い。これじゃね電化区間を行くやつのはずなんですが、なんでこれディーゼルで走ってるのかよくわからない。まあ多分満員運用とかなんだと思いますけどね、運用が共通になってて、あちらのこれから乗車するキット線と、まあ、同じような車両を使った方が効率が良いとか、そういうことがあるからだと思うんですが、ね、随分この辺りねディーゼルカーばっかり走っております。電気通ってるのにね。
海老名高原線、そんなあだ名もついているキット線です。次の駅を見てみますとね、高原と書いてあるんですね。ところがこれは鬼宮高原で、まあ確かに間違いないかもしれませんけど、駅名は高原です。高原ですのないんですね。九州ではこのように原という字を春と読むことが一般的です。今言ってたおやめくださいって何なのかっていうと、ちゃんと取れなかったんですけど、床に座る行為はおやめくださいって、そういう風な意味だったんですね。床に座る行為ってのはね、なんか私九州の伝統芸能なのかなと思うんですけど、あんまり九州以外では見ないんですがね、九州の学生さんたちはね、確かに朝の通勤通学、まあ、通学の時間帯にね、みんな足でなんか床に座ってるという光景が見られます。まあ、私は別に気になりませんけれども、もう結構あれが不快だという方もいらっしゃるみたいですし、まあ、邪魔になると、ね、でも結構邪魔になりそうな時は立ってるんでね、まあ、私はいいんじゃないと思うんですが、まあ、確かにね、JR 九州だけなんですよね。で、九州では床に座らないでくださいとか張り紙もしてあって、自動放送でもこのような呼びかけがされている、なんとも面白い文化だと思うんです。随分ね、暑いもんですね。まあ、暑いっていうか、暑くないんだけど、比較的暑くなったかなという感じでございます。さっきちょっと寒いぐらいだったからね。あ、やっぱり、日が出てくると違うんですね。随分とね、こう日が出てきております。まあ、そうは言ってもね、前に来たあの灼熱の九州、そのイメージはもうないですね。であとは、まあ、この気配40の、まあ、あれからね、エンジンがちょっと暑いっていうのもあるかもしれません。熱気がね、なんかさっき窓を開けたら随分入ってきたんですよ。この気配42105というか、 JR 九州にはね、まず気配40と気配140っていうのがあるんですね。気配140というものが、これが新しくエンジンを乾燥して、まあ、性能がちょっと良くなったみたいな、そんなものらしいんですが、ここに止まっておりますのは両方とも気配40ですから、エンジンは原型で合ってると思います。ですから DMF15 というエンジンが多分積んであると思うんですけど、あまり詳しくはありませんので、間違えていたことを言っていたら申し訳ございません。皆さん、本日もご視聴ありがとうございます。当チャンネルにはスポンサーになってくださっている方がいらっしゃいます。まずお一方というか、両方とも同じ方がやってらっしゃるんですが、お店が2つございます。まず1つはインドアラブ民族衣装専門店のジジさんで、このような衣装を、ね、お借りしているわけでございます。この衣装はね、まあ、こう私みたいな個人に貸すというよりも、どちらかといえばイベントでの貸し出しですとか、それからまあテレビの撮影などね、そういったまあ大規模な貸し出しなどが多いんだそうですけれども、これはね、日本で唯一こういうことをやっているところで、東京の神楽坂にあるそうです。またもう一つ同じくね、東京の神楽坂にあるんですが、こちらは今度日本ボディアート協会さんというものです。これはね、今度、まあ、顔ですとか手ですとか、もちろん全身足の裏までこのね、タトゥーを入れるというものでございます。タトゥーというとね、こう掘ってなんかこう、ね、傷をつける、なんか悪い人がやるみたいなイメージもあるかもしれないけど、そういうのではなく、インドとかそのあたりの地方でですね、もうこう伝統的にやられているそのような染色による方法なんだそうです。まあ、つまりこう肌に、ね、いろいろとこう色素を塗って、それをこう染色して、それでね、1週間から2週間、まあ、大体2週間程度だそうですが、こうしばらく持たせる、そんな方法のタトゥーでございます。日本ではあまり知られておりませんけれども、ヘナタトゥーですとかね、ジャグアタトゥー、そんなものがね、現在ではこう少しずつブームになっているそうです。でもし皆さんもね、ご興味があるようでしたら、直接この動画の下のね、説明欄のところにリンクが貼ってありますから、それをご覧いただいてもよろしいし、あとよろしければ知り合いにこういうの興味がありそうだなという人がいたら、ぜひこれもね、こう口コミなどでお伝えいただけると幸いでございます。それでは本日もご視聴ありがとうございます。これはね、ここで落ちてた浮き輪でございます。ありがとうございました。